ですね、で先週紹介した BINGX っていうあれあの取引所がありますよねで、あそこなんかすごく取引しやすいと思うんで、えぜひまあ使ってみていただければなというふうに思っております。勝率を上げるために、いくつかトレードに有効なインジケーターの使い方とともに教えていただけると嬉しいです、まず、ぜひ一発目からいきましょうあの、ね、このビットコインでも為替でもどっちらもいいですで、結構やっぱりこトラベルルルールの話が来てるから、仮想通貨があの要はちょっとフェードアウトするというかね、仮想通貨の熱が下がるわけですよ、全体的に。でそうなっった時にやっぱ株ととかか為替とか そっちににく可能性が大いにありますだからあの FX とかねぜひやっといる方はもうそのまま続けていただいて、えー、そっちがもう主流になってくるかもしれませんのでねあの注目して,い,きていければと思ってますでえっ、ー、とインジゲーターに関して言うとあの今出してるのは2種類ですねチャートに沿って、えー、緑赤青の、えー、移動平均線があると思いますこれがアリゲーターですね今日の,あの告知の時点でアリゲーターの話実はしてるんですけれどもこれが、まあ、3本、えー、あって、まあ、ワニの口に見立ててるっていう い,う話ですまあ、いろんなところで言ってるんで知ってる方はね古参の方とかは全然詳しいと思うんですけれどもワニの口に見立ててるのが、まあ、このアリゲーターというものですかもうちょっと広げた方がいいかな緑赤青に注目していただいて、まあ、この緑赤青がこうねじれて、えー、修練してる集まってるところからこう開いてるのが分かりますかね、えー、この辺りですけれども開いている時はやっぱトレンド継続なんですよこれアリゲーターが開いてるっていうふうに僕は表現してると思うんですけれどもこの アリゲータといううのは、えー、日本語でで言うとワニですねこの緑色が、えー、トゥースかな、えー、ジョーズ、トゥース、リップスちょっと順番は分かりませんけれども唇と、えー、舌とあと歯ですかね3つの,そのワニの部位に例えてるんですけれども、まあ、緑赤青の順番で、えーまあ、パーフェクトオーダーとも言いますけれどもこうやって開いてる状況に なるるとと、まあ、それだけ、えー、トレンドが出てるとで下向いてれば下落トレンドだし上向いてれば上昇トレンドっていうのでワニの口が開いてから閉じるまでがあそのアリゲーターがあー、まあ、効いてる状態。 例えばあ、左下、左下に黄色の丸打ちましたけれども、ここからワニの口が開いてるんですね。ここまではずっとねじれてたんだけれども、一瞬だけか、でも、一瞬だけねじれてたんですけれども、ここから緑、赤、青の線がぐわっと広がっていって、上の方で、この辺かなこの辺で交錯してるんですよね。黄色の丸印に注目してほしいんですけど、黄色、黄色に注目してほしいんですけども、ワニの口が開いて閉じるまでがトレンド、一つのトレンドになります。だからここで、 ロング開いたタイミング開き始めたタイミングでロングまあだからーローソク足で言うとだいたいこの辺かなこの辺この辺からロングで、えー、ローソク足で言うとまあ、どこが そうん、理覚ポイントかっていうと難しいんだけどもアリゲーターが閉じたタイミングですね口が閉じたタイミングになりますので、まあ、この辺りかなというふうに思いますこの緑と赤の線が交錯したタイミングですねここが一つそのワニの口が閉じたというふうに判断できますのでローソク足で言ったらまあこの辺の陰線かなちょっとね、えー、もっと高値で売りたいなっていう感じはありますけれども、まあ、黄色の丸で買って黄色の丸で売るというのが一応戦略としては正しかったかなというふうに思います で今の相場に当てはまるとこれどうなるかっていうとやっぱり、えー、ワニの口が開いたタイミングを探してるんでここですねはいここが今開いたタイミングです黄色の丸印に注目していただいて、えー、ということはまあ、ここで、えー、ワニの口開いたということはまあローソク足にするとこの辺ですよねだからここからショートで入ってる人は多分結構多いと思いますアリゲーターを使ってる人で、えー、ショート入ってる人人非常に多いと思いますで今この3本線緑赤青の3本線が開いておりますのでこの 3本線が閉じるまでですね。閉じるまではショートポジションを持ち続けるというのが、まあ、セオリーです。だからどこまで行くか分からんんです、これは。まあ、僕が結構得意としてるのはやっぱ水平線ですから、えー、4万ドル、このオレンジの線あたり。だから、この辺かな。はい。こちらも黄色の丸印打ちましたけれども、この辺ぐらいまで落ちる可能性十分あると思ってます。だから、あのー、今日はですね、いろいろと相場見てて、ビットコイン まあ短期で買いだなと思ったところもあったんですけれどもただこのアリゲーターに注目すると。 4万ドルまで、えー、落ちる流れなのかな大体いい4万ドルぐらいかなとあの。どこで終電するか分かんないけども、まあ、それぐらい続く可能性は十分あるよなというふうには思っております。このアリゲーターの口開いたタイミングでショートを打った場合、まあ、損切りをどこにするかっていうと、損切りは、あここですね。ここ。はい。47369。黄色の方が分かりやすいかな。まあ、直近高値のヒゲのちょっと上ですね。だいたい47369あたりに損切りを置いて、で、ショート。 えセル売りポジション入れて落ちていくっていう流れかなと思ってますでまあどこで利確するかというと大体4万600ぐらいかなそこまでいけばあのー アリゲーター口閉じるかなと思いますので、まあ、今ビットコイン FX は4時間足でショート目線という風に考えていただくのが一番いいかなと思ってますが1個目です、えー、インジケーターの話という,うにあに言われてますのであの、まあ、ちょうど今日は、ね、その話しようと思ってたんであので良かったです、えー、インジケーターの1つはアリゲーターということですあのアリゲーター使ってる人って実はほとんどいないですあの僕ぐらいしか知らないです他の人で あのアリゲーターっていうのは聞いたことがないんであ,のあんまなんか本とかにも出てきませんしね、まあ、大体は移動平均とか,なんか EMA とか SMA とか,なんかそっち系が多いですよね、はい、で、えーとーまあ、それの改良版なので別にそんなに気にしなくていいんですけれども、まあ、それが一つ <music>